ニがお送りしています J-Web Across the Sky。 ここからの時間はランドスケープワンダー。世界の建築を通して見えてくる社会やビジネス、身近な生活とのつながり、そしてそこから広がる人々の未来のビジョンを描き出していきます。パートナーにお迎えするのは、施設参謀としてさまざまな建築プロジェクトに関わる川原秀人さんです。川原さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日取り上げるのは、日本に最も影響を与えた三大建築家の一人、ル・コルビジェ。コルビジェが設計した国立西洋美術館は世界文化遺産にも登録されました。日本にある世界遺産の中で三大建築家の実績というのはこの国立西洋美術館だけですよね。はい、ということで今日もクイズからスタートです。フランク・ロイド・ライトの回で彼の破天荒ぶりをご紹介しましたが、コルビジェもなかなかのようです。それは南仏のコートダジュールでの出来事。コルビジェはとんでもないことをしてかしました。女性建築家が設計した素晴らしい住宅に嫉妬して何かをしてしまったのですが、その何かとは次の3つのうちどれでしょうか。1、その家に入り込み白い壁に勝手に落書きをしまくった。2、その家の周りの木を勝手に切りまくり殺風景な景観に変えてしまった。3、その家の主がいない時を狙って勝手に入り込み住み着いてしまった。いや、どれもすごい嫌ですけどもどれもすごい嫌ですけど、壁に落書きとかはそういう人いたよねっていうか、いるらしいねっていう感じもするし家の主がいない時を狙って勝手に入り込むのはもうその家気に入っちゃってるじゃんみたいな感じがするので、2ですかね。家の周りの木を勝手に切りまくって殺風景な景観に変えたっていうのが、まあ、なんか一番こういたずらというか壮大な感じがして2にしときます。はい、いや残念、あの正解は1なんです。幼稚、はい、でも落書きというよりは、はい、あの自分も画家なんですよ、あのコルビジェさんって前衛画家なんですけど、はいはい、あまりにもその出来の良さに嫉妬して、はい、その8つの白い壁に自分のフレスコ画をもう描き切ってしまったんです、はい、あ、この写真のですか。そうです、そうです。え、もうアートっていうか、これはこれですごい素敵なんですけど。そうなんです、コルビジェさん本当画家なんでもあるんですよ、はいはい、うん、なのでやったんですけど、もちろんアイリーンさんはもう大激怒してそれからあまり来なくなったんですよね。え、家にですか。家にも来なくなって、で、あのそれで3番みたいな感じで、あの、はい、要するにコルビジェさんが住み着いたの、勝手に住み着いたりもしてたんです。ひどいですよね。ちょっと怖い、サイコパス感があるかもそうそうそう本当ですよ。昔だからね、許されてるようなもんだけど、許されてたんですか。いや、結局やっぱり巨匠なので、うん、はい、ある程度そういう社会的には、うん、あのそういった形がもうそのものに 通ってしまったんですよね。なるほど、今だったら絶対ありえないですよね。ありえないですよ。もう犯罪もんですよね。追放されますよね、わからないけど、はい、きっと、はい、なるほど。でそれがですね、映画にもなってるって、ル・コルビジェとアイリーン追憶のビラっていう映画になってますんで。え、川原さんご覧になりました。見ましたよ。え、どういう、まさかこのいたずらが美談にされてるとかそういうことではない。美談にはなってなくて、やっぱり愛憎劇のまんまにこう、はい、終わっていくような世界なんですけど、あのでも別にコルビジェさんとそのアイリーンさんはこう別に愛し合ってた仲とかではないんですよね。ではなくて、あのコルビジェ事務所で働いてるすごいこう気鋭の作家だったんです。あのコルビジェさんより10歳ぐらい上だったんですけど、はい、あのとにかく働かせてくれていて働いて、それであの自分が独立する際に最初に作ったあのこの住宅設計がこれだったんですよ。あ、それがあまりに素晴らしかった。そうです、そうです、はい、しかもなんか自分のとこで、でも年上とはいえ学んだ人に対してそういう嫌がらせするっていうのはなかなかなんかちょっとやっぱ変わった人ですね、だからまあ因果な関係だったことに、うんうん、あのコルビジェさんってこのカップマルタンっていう場所なんですけど、はい、この水浴中に、はい、あの最終的には水死されてしまうことになるんです、この近くの海岸で。怖い。そうなんですよね。なんか、なるほど、ル・コルビジェとアイリーン追憶のヴィラン。
まあそんなねコルビジェさんは建築家アーティストとしては素晴らしい功績を残してはいるんですが、近代建築の5原則というものを提唱したんですよね、はい、改めてこちらの5原則どんなものなのか教えてください、はい、1番目がピロティを作る、うん、ピロティを作ることで1階を自由に開放すると。あで2番目が屋上庭園を作って潤いを与えると、はいはい、うーん3番目が自由な平面プランをして形式からの解放を行う。で4番目が自由な立面、今度はファサードを自由にすることによって、うん、あのいろんな制約から解放する。ファサードっていうのは何ですか？ファサードっていうのは正面っていう意味です。うん、あだから建物の姿っていう形ですよね、うんうん、格好とかそういった意味で取っていただいても結構です。うんで最後が5番目が連続した横長の窓で、うん、そういうこれまでのそういうこう伝統形式からの解放をするという感じです。その自由な立面っていうのは例えばその真四角だけじゃなくて、はい、いろんな形式の正面の姿があっていいんじゃないかってことですか、ね、そうなんですよ。でこれまでそんなぐにゃぐにゃ的なあのものはなかったんですが、はい、そこにシェル構造っていう形で、うん、いろんなこう自由にこう形を作るような世界を作り出したのもこのコルビジェさんなんですね、うん、この5原則に基づいて作られたサボアテというですね、はいはい、家の写真見てると、はい、最近私ネットフリックスですごい好きなドキュメンタリーがあって、なんだっけな、セリングザサンセットだ、セリングザサンセットっていう、はいはいはい、あの LA のもうすごい美女ブローカーっていうんですかね、はいはい、こうが建物を売りまくる話なんですけども、あのあそこに出てくる高くておしゃれな家、に全てが集約されてますね、はい、そうです。あのこれ本当に CD ジャケットもにもあの私画面で今見せてるんですけど、うん、CD ジャケットもなるぐらい、はい、とにかくフォルムの美しさではやっぱりこれにこう打ち勝てるものはないっていうぐらい有名な、はい、住宅なんですよね。じゃあ本当に今近代建築の5原則っておっしゃってたんですけども、はい、今 LA だけじゃなくて世界中でおしゃれでかっこよくてみんなが憧れる家のもう5原則って言っても過言じゃないですね。そうなんです、はい、これ大元ですけど、はい、ただ建主にはあんまり、うん、あの喜ばれなかったんですよね。え、なんでですか？それはね、うん、あの頃まだその暖房設備とかなんとかない頃で、はい、もう寒くてしょうがないと住んでられないよとかいう形で半年で手放しちゃったんですよ、サボアさん。あ、そうなんですか、はい、こちらパリ郊外にあるって言われてるんだけど、はいはい、そうですそうです。あ、じゃあ結構昔に建てられたものなんですか？すごい昔です。1931年です。え、でも今見ても全然かっこいいですよね、はい、うん、はい、まあシカゴ編でもお話したあのミース設計のファンズワーステイっていうのが、はいはい、まあ、ショールームの、 あの起源って言ったのはあると思いますけど、あの住んでた人が頭おかしくなっちゃったガラス張りの家ですよね。よく覚えててありがとうございます。でそれと同じような末路をたどって、うん、あのすぐに愛想つかされてこういなくなったら今度は家畜の飼料小屋になっちゃったんです。え、こんなおしゃれな家が？そうですよね。でその後ほら、うん、あのちょっとあの不幸なことに第二次大戦でドイツに占領されて、はいはい、ナチスの宿泊所になったんですよ。散々な末路じゃないですか。散々で、サボテ。で、あの人は誰も住まなくて最終的に世界遺産になって初めてそういう活用されてると、それも見学として活用されてるという感じなんですね。すごい。じゃあ建物としてはとか、お家としては結構悲しいというか寂しい、そうなんですよ、人に住まわれなかったお家になっちゃったんですね、今みたいに冷暖房施設がしっかりこう整っていればまた違ったんかもしれないですけどね。でもそう考えるとでもまたすごくわかるなと思うのがやっぱりその建築家だったりアーティストが好きだから依頼をするんだけども、はいはい、そうなってくるとやっぱりそのアーティストの個性とかやりたいことをこういろいろ詰め込んでくるじゃないですか、はいはい、で建物としては素晴らしいんだけども、住みやすいかっていうところとのその共存って難しいのかもしれないですね。なかなか難しいですよね、うん、なんかそれヒョンリさんの経験なんか言ってるような気がしますね。そうですよね。そう、なんかやっぱそういう部分ってあるんだなと思って、はいはい、でもあの後世まで残ってほしいなとは思うんですけども、はい、そしてコルビジェは日本の建築家にも多大な影響を与えたということなんですけども、はい、国立西洋美術館以外で日本でコルビジェを感じられる建物、はい、あるんですか？ありますあります、いっぱいありますよ、うん、お、あのその西洋美術館の向かいにあるんですけど、まず、はい、それは前川邦夫さんがあの設計された東京文化会館、うん、はい、上野のあの公園内にあります。
はい、そして鎌倉にある坂倉純三さんが設計された神奈川県立近代美術館、うんうん、これはすごいコルビジェのそのサヴォア邸のフォルムにすごい似てますよ。似てる、似てる、似てますよね。これはもうオマージュと言い切ってる。そうですよね。あ、まあそうですよね、はい、うん、でやっぱり世界の建築家の中で、はい、コルビジェさんほど日本の建築家に影響を与えた人はいないと思います。高度成長時代にこう建築された日本の建築というのは、はい、何らかコルビジェさんの影響を受けていると言っても過言ではないと思います。特にこのサヴォア邸を直接今見に行けなくても、この神奈川県立近代美術館の板倉純三さんが建てたものはかなりサヴォア邸のフォルムにも近いので、そのままですよね。そうそうそう、オマージュって いい言葉だなと思いました。なんかね、今日河原さんに教えてもらった5原則照らし合わせて見てみると面白い発見があるかもしれません、はい、ということで今日も楽しいお話ありがとうございました。ありがとうございます。